ね、それでいいの？そんなのお風呂じゃないよ。お、ここは何？食料庫かなんか？こちらも無事に地下から脱出できました。いやー、ありがとうございます。よかった。そっちはどこに出たの？アッケートはもう出たんや。なんか肉がいっぱい吊るしてある。冷蔵庫かな？冷凍庫？食料庫。おー、広いキッチン。キッチンみたいですね。どうしました？俺も今キッチンにいるんだけど。家の中に2つもキッチンが、しかもどっちもでかい。まさか2人ともキッチンに出るなんて。じゃあここは2つもキッチンがある屋敷ってことだに？その推理、お見事。ね、なんかシンクの上にさ、鮭とかいろいろ乗っとんやけど、料理しよる途中ってこと？また出た。地下通路からの脱出、お見事でした。なかなかの推理でしたね。どうです？私と推理勝負をしませんか？その勝負、乗った。何言っとるだに？だってウサピョン、推理勝負だよ。探偵としてはやるしかないって。そんなことしてる暇ないだに。早くここから出るだに。てか落としたのもこいつやないん。ちなみに勝負に勝つまで、こっから出ることはできませんよ。ほらほら、やっぱりやるしかないって。それではルール説明を。二つの部屋は同じに見えて少しだけ違っています。それぞれ片方の部屋にしかないものが一つずつ。何かわかりますかな？ふんふん。つまり、間違い探しってことだね。アイナはこっちの部屋にしかないもの。ケイタはこっちの部屋にしかないものをそれぞれ見つけるにゃん。これだと思うものがあったらそこでサーチをしてくれたまえ。わかった。なるほど。今見えとる限りでは、またこれキュッピーで切り替えながらやらんといかんのや。え、なに？めっちゃ動きよりやん。え、めっちゃ動きよりやん。なになになに？怖いんですけど。すべて動くの？別に、間違いとか間違いじゃないとか関係なく、あ、いろいろ動きよる。うわぁ、なんかもういろんなところに妖怪が。ほんと、とりあえずちょっと端っこから見てくるよ。大根。あれはラディッシュかな。で、なんかこれ、なんか、うん。パン、パイナップル。これは何？なんかよくわからんもの。で、冷蔵庫。で、この上には何？なんか知らん肉的なもの。何これ？トウモロコシ？違うかな。で、レタス、はかり、なんかいろいろ、段ボールとか。ちょっとこっち半分でとりあえず一旦向こうに切り替えて向こうの半分見てこう。よし。音がうるせえ。こっちにもおるこいつ。こっち側か。大根、ラディッシュ、これこれもある。冷蔵庫、はかりがない。はかりがないよ、はかりが。てかなんか、妖怪ウォッチが反応しすぎて。まあ、いろんなところに妖怪おるんやろうけど。じゃ、とりあえず、アユナの方ではかりを、サーチすればいいってことね。てか、アユナの方全然反応せんことない？妖怪ウォッチ。ほらほら。あ、切り替えたら反応したわ。へい、それじゃあサーチ。誰だ？片乗り親方を見つけた。親方。この部屋にしかないもの。それは計りで決まりだ。その推理、お見事。これくらい名探偵アイロ様にかかればちょろいもんですよ。ええ。あなたたちは立派な観察眼をお持ちのようですな。まあね。ケイタさんの方はどうなったかな？じゃあ次は向こう半分行こう。なんやろ。肉かな。こっちもお肉かな。で、野菜に、オーブン、なんか上にフライパンいっぱい、鍋かな？わからんけど。
なんかパンみたいなのあるやろ。真ん中も見た方がいい。シチューに、なんかお皿、フライパン。なるほど。よし、じゃあとりあえず切り替えていくよ。これでケイタの方に切り替えて、ケイタの方に、ないもの？あるもの？よし！よし！こっち側やろ。ってことは、こっち向きに。全く何も違わない気が。何が違うのかが全くわからぬ。何もち、ん？なんかこの辺も動きよる？気のせいかな。この辺なんか動いてない？気のせいか。いや、これはあったやろ。ん？なんなんやろ？どれなんやろ？全くわからないんだけど。全くわからないんだけど、恐ろしいほどに。この辺。なんかいつもさ、このオーブンのとこだけぼやっと何かしら現れるんよね。オーブンかな。じゃあちょっとぼやっと現れるっていうことだけやけど、オーブンで。どうすか。メゾンド忘れを見つけた。メゾンド忘れ。この部屋にしかないもの、それはオーブンだ。その推理、お見事。向こうオーブンあったよね。その観察眼、なかなかのものですね。やったにゃん、楽勝だったにゃんね。全然楽勝じゃないんだけど。何？どういうこと？アユナさんの方はどうなったのかな？あったでしょ？お見事、素晴らしい推理でした。ケイトさんも正解したんですね。さあ、勝負に勝ったんですから、部屋から出してください、デビス。ええ、約束ですから、この部屋の鍵は開けますよ。何？やれやれだに。さっさと出て合流するだに。この部屋の鍵？何？どうしただに？もしかして。ははーん。このパターンは、屋敷を出るには別の鍵が必要と見た。いやいや。ここは素直に脱出できてよかったですねーってパターンで。いいや、絶対次の鍵があるって。その推理、お見事。またか。この屋敷を脱出するには、それぞれの部屋で鍵を手に入れる必要があります。あなたたちのさらなる活躍を期待しておりますよ。ねえ、マックはどうなったのさ、マックは。もうだるいにゃん。次は何が来るだに？まあ、ここで考えても仕方ないですし、ひとまずこの部屋から出ましょうか。確かに。次のことは次の部屋に入ってから考えるということで。そうだね。じゃあ、とりあえず、何？こっちの部屋に行けばよろしいの？ここか。でっかいお風呂。お風呂これ。豪華なバスルームですね。ケイタさん、次の部屋に入れました？一つだけ入れる扉があったけど、お風呂場だったよ。そっちもか。またですか。でも今回は全然違うね、雰囲気が。ってことはやっぱりにゃん？ご想像の通りお風呂ですよ。いやー、また同じ部屋とは。こっちはなんかちょっと可愛いっぽい感じやけど、向こうは、おー、可愛い。ねえ、そこのあなた、ちょっといいかしら。何？誰だに？クローラル。このお風呂熱すぎるんだけど、もっとぬるくしてくれない？何ですか？ぬるい。ぬるすぎる。こんなんじゃおでは満足できねえぞ。もっと風呂を熱くしろ。いやいやいや、お互いに入るお風呂を間違えてるんだよ。
急にそんなこと言われても、私たち外に出たいだけですしね。ほう？外に出たいんだな？なら鍵がいるよな。その言い方、まさか。屋敷の鍵、おでが持ってるんだな。その鍵くれにゃん。お前たちにやらんでもねえぞ。ただし、おでが満足できたらな。入れ替わりよ、二人。この鍵が欲しいんだったら、いい湯加減調節してよね。湯加減の調節ってどうすればいいんだろう。でもお風呂の雰囲気的にはお互いあっとんよね。こっちの方が可愛いし。なになに？あゆな、妖怪サークルがあるだに。おお、ウサピョンでかした。確認してみよう。なになに？お風呂を希望通りの湯加減にしよう。どうやって？なんか知らんけど、サーチ。なに、どの辺？なんかおるんやろ。お、謎の盾札。謎の盾札を見つけた。何を連れてこいって？この妖怪、誰だ？燃えるファイター、いつもガチンコ勝負。あっけらかんがヒントをくれる。あ、もうあからさまにあれやんね。ガチンコ像やったっけ？なんかそんなん出てきたよね。が。あ、違う、消えた。が、ち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 、たち、たち、ガチン、こ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 、さしすせそ、ガチンコぞ、う、どうよ。どうすか？お、正解！やったね。正解、近くに妖怪サークルが出現。ガチンコゾウって仲間におらんかったっけ、私。妖怪サークルにガチンコゾウを呼び出すと何かが起きそうだ。ガチンコゾウを呼び出しますか。ほい。よーし。俺の友達。出てこい、ガチンコゾウ。お、こっちは簡単に。妖怪メダル、セットオン。妖怪サークルにガチンコゾウを呼び出した。これってさ、妖怪サークルに呼び出した妖怪っていうのは、自分の仲間じゃなくなるんかな。そこのお前、俺とガチンコ勝負だ。なんだ？おでと勝負するのか？おう、正々堂々一本勝負。勝負の炎が燃え上がるぜ。どこまで熱さに耐えられるか見せてみやがれ。男同士の熱いバトル、これは燃えますね。そうかな。熱苦しいよ。どう？おお、いや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 、もうそれはお風呂ではない。おお、なんか熱くなってきたぞ。ガチンコゾウの力でお湯が熱くなってるにゃん。いい湯だぞ。え、それはマグマに使ってんじゃないのかい？この湯加減最高だぞ。やった。満足してもらえたみたいでミスね。ってことは次はアユナの方だな。ね、それでいいの？そんなのお風呂じゃないよ。やっぱお湯は熱々に限るの。火山に行け、火山に。じゃあとりあえず、アユナに切り替えます。んで？あ、こっちにもそうか。謎の盾札がきっとあるんだな。お。あった。さあ、こっちは誰だ？謎の盾札を見つけた。この妖怪、誰だ？フリチー族、いつもプルプル寒がりさん。デモネードがヒントをくれる。誰？フリチー族、いつもプルプル寒がりさん。デモネードがヒントをくれる。あ、でもさっきもさ、あれやん。二つ目のヒントがすごい、ほぼ答えやったけん。これも適当に寒がりとか入れとったら、なんかそういう妖怪おるんやない？さ、まみむ、むむむむむむ、が、り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 、らり、らり、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 
決定。どう？超適当。あ、正解。マジか。あ、この子か。あ、なるほどね。正解、近くに妖怪サークルが出現。この子見たことある、普通に。アツガルルとかおるよね。あれ、仲間にはおらんかったんかな。妖怪サークルに寒がりを呼び出す何かが起きそうだ。呼び出します。よし、私の友達、いでよ寒がり。妖怪メダル、セットオン。お、おるやないかい。やったー。妖怪サークルに寒がりを呼び出した。なんかちょっとかわいそう。ミオってかわいそう。ねえ、まだ？これじゃあ伸ばしちゃうんですけど。ゼロよ。この部屋、暖かくていいですね。そう？私にとってはお湯が熱すぎ。あれ？なになに？どうした？冷えてきた？なんか恐ろしいことが起こってるんだけど。寒がりの力でお湯の温度が下がってきただに。おお、やるじゃん。あら、いい湯加減になったじゃない。やっぱりお風呂はこれくらいの温度じゃないとね。満足してもらえたみたいだね。よかった、ダニ。よかった、よかった。これで無事解決。いい湯になったどう。こっちは怖いな。はぁ、癒されるわ。ケイタさん、やりましたね。二人とも湯加減に満足してくれたみたいだね。約束通り、この鍵はお前らにやるぞ。あ、そっか、鍵か。東館の大広間の鍵を手に入れた。なんか綺麗な鍵。こっちも？はい、あなたにもあげるわ。その鍵で次の部屋に入れるはずよ。西館の大広間の鍵を手に入れた。お、東館と西館。次の部屋だね。ってことはまさか、それは行ってみてからのお楽しみということで。なんとなーく想像はつきますが。あれ、こっちのガチンコ像はどこへ消えた？ケイタくん、先に進みましょう。寒がり、ここでお別れなんだね。あれ、まただんだん寒くなってきた。どんだけ寒がりなんだよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。